遊んでんなこれ。インポスターがいる。チン。なんもない。うわぁ。死にます。これは多分死にます。これさっか。遊んでんなこれ。あれだけです。マスク進みましたね。結構進んだね。アドミン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 情報が、アドミン情報があります。でかい。昇降機5。あれだ。絶対やってないな。絶対やってないですよね。この。これインポスター2人と。あの。ローラフ君どうに聞くとタロちゃんまでローラーでいいからこれ。そこまでローラーで4ローラーする4ローラーもういいよ全然全然俺いいよ全然全然全然オッケーオッケーでもさ奈良子さん最後重ねできましたよねあら怪しい楽しそうだったんだもんなんか奈良子さん何昇降機左まで行けたのあ行ったよあだってあのコムサボが鳴ってたから直そうと思って左行ったら直ったからあのあじゃあミーティングの方行ってボタン押しに行こうと思ったらなんか見てはいけないものを見た感じ。これ弁当で奈良子さん弁当で行ったでしょ絶対。行けるかなもん。弁当から来ました。奈良子さん。奈良子弁当から来た。でしょ。だって赤部一緒に最初湧いてタスク赤部の本のやつほぼ終わってたでしょ奈良子さん。確かに。相当早いよ。4人で死人したよ。弁当で来るとこ。これ白だわ。あなんだ。なんだこれ奈良子弁当から。弁当使えねえ弁当の上にいたんだよみんな。観念しろメイン地味屋さんが、まあ、情報を潰しには来なかったっていうぐらいかな現時点の情報としてはおじさん3人のお風呂よいしょジミヤさん。ヌーンないっすか？ない。コミサボを逆走する男わお慎太郎さんじゃんどんな感じですか情報は目撃情報ある人ない。とりあえずコミサボは私とラフ君で一緒に直してメインエンジンコミュニケーションを一緒に走ってたんでそこに死体は、まあ、この二郎はない限りではないっていうのだけ先落としておきます脇も一緒の人いないマキアーカイブってサントさんでしたっけ僕と一緒に巻いたのあそう合ってる合ってる、はい、で藤宮さんとはじめ一緒にタオルタスクをやっていて私が先抜けエレキ降り、コミサボなったから、メインから走っていくときにオラフ君と合流して、一緒に直したっていう感じです左っぽそうだと思うんだよな、あでもキッチンで巻いてないっす魚シャワー室にいるんですけどアーカイブから下ってくるオラフ君とすれ違ってオラフ君はそのまま多分コミュニケーション行っていてで俺はシャワー室の弁当の方でいろいろ確認をしていたんですけど誰とも会っておらずなので多分シャワー室には死体がないと思いたいあじゃあのちなみに貨物は絶対死体ないですもう死体探ししてなかったんであじゃあ左じゃないんケンシはバイタル見たの、うん、見てない見てないあ死体あそうかあのコミサボもなってたから俺タスク位置わかんないから死体探しがてらタスクの位置全部回ってるからあそういうことか位置結構左っぽいじゃないですかじゃあ魚さんと僕メインだよね、うん、はいエンジン宿舎の方はあ、エンジン、奈良子さん。はい。奈良子はちなみにバイタルいた。エンジンからエレクトリカルの方に行って、そこで鬼木と剣士と一緒になってバイタルに行って、
分かれた感じ。あ、そうね、私も七子さんチラ見したから、七子さん、武雄さん、宝さんをエリキで見て置いてきて、その後上がってオラフ君と合流して走っていってって感じです。うん、源さん、あのメインホールの除染に高田健二と一緒に行った時に来たと思うんですけど、その後の移動経路を教えてください。はい、はい、除染からシャワー室方面に向かった時に藤宮さんとクロス、それ以降はずっと一人です。でアーカイブ昇降機右ラウンジまで移動してて、お肉は確認されてません。ラウンジ最後どこいました？トイレに一番右のタスクをやろうとして終わりました。あ、じゃあいるわ。トイレの一番右だけが空いてるの見えた。お、素晴らしい。おー、つながりました。誰だろうと思ったから。誰だ？サンテオさんが現場内で殺してるとか。あ、だからオラフ君と一緒に直してる。あ、オラフ君も一緒に。そうそう、はい、だから二度笑いならない。うんうんうん、なるほど。うん、じゃあ先に見るのって。藤宮も一応エレキで最初武雄さんを見てます。はい。うん、うん、高田さん自身が貨物とかで切ってない限りは。大丈夫そう。よいしょ。はい、ナイス。うん。これ左で切られてる前提で進めて大丈夫そうなんですかね。天使が右で切ってない限りは貨物にいてるんですか。俺が貨物で切ってない。そうですね。ああ、そこだけ追わなきゃいけないなと思って。貨物脇はいないんですか。あ、貨物脇僕です。僕が単独やったかな。でその後ラウンジアーカイブって行きました。貨物脇であってないんだったらないんじゃない。慎太郎がね、もし右にいるんだったら、玄、魚、七子、武雄あたりが視認してると思います。うん、うん、そうね。武雄さんも早い段階からエレキ行ったんですよね。そうですね、僕キッチンの配線やってからずっとエレキ。うん、コミサボでしたよね。停電じゃないですもんね。コミサボっすね。じゃあ大丈夫そう。みんな見しちゃう。逆に多分剣士が一番白い位置なんじゃない。上で魚さん見てて、下で七子さん見てる。上で貨物で挟まってるから。確かに。え、七子さんは最終位置は、七子さんの最終位置はあのカメラのバイタル。あ、カメラなんだ。うん、あのバイタルで、剣士と、あの俺はコミサボ直しに行って、剣士は上のあの貨物の方に向かって、うん、エレクトリカルでカメラのところ入ったぐらいのところで終わってる。あ、北安さんがボタンだったっけ、さっきって。そうなんですよね。北安さんが一番あるんじゃないですか。そうん、宿舎前が慎太郎さんが湧いたとして、金庫の存在みたいな。いや、全然、その線は追われちゃうと思います。うん、多分プテさんか、サントス・オラフの二郎じゃない。あれ、エンジン脇って誰かいたんだっけ。あ、エンジン七子さん。七子で、鬼木もエンジンじゃなかった。僕、いや、キッチンです。キッチン単体脇なんですよ。あ、竹尾キッチンなんだ。はい、あと、おにき1個聞きたいんだけどさ、あとで話させてください。はい、じゃあ、ごめん、これだけ聞かせて。おにきさ、エレクトリカルでさ、その後どっちに向かった？メイン？いや、ずっとエレキです。あ、ずっとエレキいたんだ。藤宮くんが確認してます。あ、もう鳴り始めぐらいからもうずっと一緒っす。やっさんってどこ脇ですか？メインで魚さんと湧いて、エレキ、メイン、エンジン、宿舎、ボタン。やっぱり、慎太郎さん、宿舎脇か、キッチン脇とか。あね、だから宿舎前とか金庫でやってそうっていうのは実施点、まあ、やってしたいげしは、そう、割れちゃう。まあ、まっとうまっとう。そう、同じ推理だけど、足し点一応サントソラフがあるんで。サントソラフの場合だったとしたら、うん、プテさんが慎太郎さん見てないとおかしくないですか。いや、キッチン脇であれじゃない、武器庫の方いるの見てないとかあるじゃない。キッチン脇の場合だったら、武雄さんが見てるはずなんですよね。あー、なるほどね。基本的にはプテさん黒本線で追っちゃいますね、この展開。どれ、おお、死にそうだなこれ。
水色か。サントさん展望でオラフくんなんですけれども、ああこれ俺めっちゃ話したいな。はいはい。奈々子さん、あのアドミン見てて、はい、で、あの展望の位置がなかなか動かなかったから、あの、うん、死体じゃねえかなっていうので、今ちょっとそのコックピットが出て武器庫に向かって展望デッキ行くときに下からプテハスさんが上に上がってきて、それは全然大丈夫だと思う、うん、バイタル他に見た人いないかな。20秒ぐらい前にはすでにオラフくんは死んでましたよ。で、それを見て、あとなんだっけ、サントス、エレキで藤宮、合ってますね。そう、藤宮。うん、あ、てか、オラフ君死んだならサントスオラフ否定されたのか。まあ、その前になんかね、今、うん、あれじゃなかったっけ、セキュリティぐらいに3人ぐらいいなかった？ゲンがずっとカメラを見てました。ああ、そうなんだ。はい。で、あんまり情報ないですけど。で、いや、ゲンさんはバイタル見てるんですか？ゲンさんさ、その後、僕がバイタル見た後さ、一回バイタルの方に走ってったけどさ、その時バイタル見てないの？見てないです。私、藤宮さんが殺されるんじゃないかと思って引き返しただけ、うん。展望の扉は閉まっていて、サントスさんが最後に席の方からエレキに来て、その後に奈々子さんがアドミンから、下に来たから、僕視点だと、まあ、簡単なスリだったらサントスさんが切ってる、もしくは奈々子さんがベントでにアドミン見てまた戻ってきて、その時もちょっと違ったかって感じ。あれ、プテさんそれ矛盾してない？バイタルで何秒前も生きてるって言ってるのに、私がドア開けて切ってると。20秒ぐらい前にはもう死んでいました、うん、オラフ君は。で、そうだよね、探しに行く動きをしていて、その時に、あ、そうだな、じゃあサントスさんは、まあ、いや、できなくはないぐらいだったと思う。ゲンさんのカメラ何秒前から見てた？それこそ、プテさんの情報が正しければ死んだ後になっちゃうんですけど、アーカイブで藤宮さん、で、ミーティングに高田さんを信任して終わってます。あと、魚さんもアーカイブ左の扉向こうにいました。オニキと俺は無理です。ミーティングルームに上がったり下がったりしてる音を聞いてくれてるんだったら、これ、出ないんだなって。結論は私、プテさんは出ないんだわっていう、ゲンさんから。ん？ゲンさん何？ゲンさん何？結論何？結論私プテさんはあまり疑ってません、今回のゲーム。七子さんとのローラーまたは、うん、まあサントスさんもしくはタンズリで僕かな。私が神殿図見てないんですけど、うん、今回たまたま。マジで釣るんすか？プテ橋釣るのか。プテさん釣らなくていいと思ったんですけど。七子さんまで釣るかめっちゃ警戒絶対に色だから。これは。ここに縄使うなら、七子さんまで釣りましょうぞ。なんか、今回たまたま私が藤宮さんとかサントスさん殺されないかなと思って逆走するムーブ取りましたけど、あれで私が神殿図を見てた場合、ね、プテハスさん破綻するから、はい。あと、ゲンがプテハスさんあまり疑ってなかった理由だけ言っておきます。私、はい、心電図を見てないんですね、確かに、プテハスさんのおっしゃると、うん。ただ、心電図を見に行こうとするムーブを取りました。実際は鬼子を探そうみたいな感じだったんですけど、もう死んでたらやばいと思って。はい、その動きだけプテハスさんが見て、私が心電図を見ているっていうのを確定かのようにおっしゃったのが逆にクルーっぽいと思いました。七子さん視点の話はもう一回言うけれども、アドミンを見てて、うん、さっき言った通り、セキュリティボーイ3人ぐらいいて、しかも展望の位置が動いてなかったから、自分がコックピット位置にいるし、めっちゃ、これ死体だったら怪しまれる位置になるだろうなと思って外れて、武器庫まで行ったら、下から上がってくるプテハスさんとすれ違って、ボタンになった感じだから、そう、ただプテハスさんが殺してる場合は、めちゃめちゃ直近切るということになり、うん、かつ、多分サントスさんとどっかでまたがるはずなんですよ。直近切るじゃないよ。直近切るじゃないよ。だって、その、展望に位置ついてたし、あ、ごめん、いや。じゃあ、なおさらプテハスさんじゃないと思います。ごめんなさい、何秒、ごめんなさい、アドミン情報が何秒前くらいか、そのかによって、プテさんは20秒って感じだったんですけども、何秒を否定するならもう、七子さんですか。はい、七子さんまでとりあえず落としたいという主張を私はまとめておきます。はい、原産が多分、俺はね、ちょっと疑っちゃってるのは、カメラの死に情報がほぼ出てないことだと思ってて。うん、いや、ミーティングって、俺が最後に上がってるの上がってるんだけど、うん、それ以前にね、はい、あそこら辺で遊んでた人物がいるのよ。ほう。はしごの音はめっちゃします。そう。その情報がゲンさんから飛び出ないのがなんでなんだろうなっていう。それ映ってなかったとしか。七子さんまで釣るんだったら、俺はゲンさんまで行ってほしいなっていう。いや、でも、プテさんがバイトルを見たタイミングは、ゲンさんもそこら辺にいたので、はい、プテさんがクルーだった場合は、ゲンさんはクルーです。
あ、だから、鶴順は7個弦じゃない？ 7 個3先じゃない？もし鶴なら、もし鶴、あ、もし鶴ならね。うん、いや、今、鶴っていう、押しも一つと出たから、うんうん、もしそれなら順番としては7個3先じゃないっていうことだけ言ったっ。逆にお聞きしますけど、上に上がってるメンバーがたくさんいるんですが、そのタイミングでカメラついてなかったはずです。私が見たのって本当にギリギリなので。ん？ギリギリな。はい。あ、ごめん、ちょ、俺もプテ、プテ弦が硬すぎて、パッ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 パって1周、2周ぐらいするぐらい。俺以上の知識は出ない。5秒ぐらい。ただ、初日のやつに関しては俺一切関われない位置にはいると思うから、その鬼木と剣士との死人情報もあるので、まあそんな感じでございます。あ、了解です。うーん、何かしら言い方がまずかったんでしょうが、まあこれで落ちてると思うかな。この2箇所か。岡田さん、金庫。ミーティング、高田さん。貨物、藤宮さん。藤坂が下がってきましたね。他のさんが覚えて、はい。なるほど。あ、一応最後はしごを登ったのは私で、ミーティングのはしごを登ってるのが私です。はい、高田さんが金庫から、ミーティングに行く様子と、あと、魚さんと藤宮さんが貨物で並走しており、魚さんは、貨物の右の覚え芸、藤宮さんが下に行かれたのをカメラで信じています、はい。カメラ情報は以上です。タスクあと1です。僕あとアップロードとミーティングだけです。で3つですけど、はい。1個とミーティング2個なんで多分大丈夫。次のターンで終わると思います。なると。ちなみに、ナナコさんに入れた4票洗いたくて、私入れたんですけども、他には。僕も入れてます。スキップ。はーい。あと、高田さんと。あ、俺スキップ。あ、だけど、okay. なんか、プテより。落ちてんだったらプテより7個。そうですね。うん、落ちてんだったら。うん、多分弦の言い方がまずかったかな。そんなにカメラ長く見てないんですよ。はい。あ、そうですね。プテさんのなんか、死んだ直後に見たみたいな感じがあったけど、うん。まあ、弦さんじゃなかったら、あれだ。今回、高田さんってもう停電ぐらいで上がりましたよね。上がってる。そうですね。高田さんは、厳しそうだけど、うん。カメラ情報が全くないのがサントスさんなので、サントさんかなって現時点は思ってます、はい、うん、まあ私はもともと、あ、でもケンさんのカメラ情報合ってんのか、間違ってたとしても今回私は殺せません。あ、ね、一応ねカメラがね出てる、あのついてるの確認してる魚が、うん、まあタスクで勝てると思っています、うん、あれごめん、一番多いのって私さんだけど私より多い人いなかった気がするから多分大丈夫、うん、Okay、結構俺も残ってる気がするけど、まあ頑張ります。あ、怖い。今ちょっと咳かし、今ちょっと咳かしそうになったんでしょうか。え、原神あ、そっか。でもバットをしました。はい。はい。うん。実はタスク8個あります。すいません。ふざけんなよ、高田さん。誰、さっさと。ちょっと、ごめんなさい。さっさとやれ、ベントリーなんかいるからだ。ごめんなさい。エンジンで湧きたい。直しません。死ぬなこれは。さん頑張って。
たんなかったパターン。高田さんこれ。お日記。今はコックピットですね。あと終わってない人って私終わったけど。誰だ。高田さんと藤見さん終わりました。僕は終わりました。俺終わってるよ。魚さんってミーティングいますよね。高田さんって上がりました？見てます。俺ずっと上がって下がって上がって下がってして。ああ。魚ミーティングいたの？魚さんとサントスさんをミーティングに残して僕は降りてます。うん。うん、で、その後、その後すぐ降りて、私もアドミンの方走ってって、ん？そう、あった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 。で、高田さん、高田さん、はしごですれ違ってよ、クロスして。まあ、じゃあサントスです。まあ、すれ違ってようともサントスです。うん。まあ、藤宮さんはないかな。うん。サントスさんしか。まあ、どっちみちすれ違ってようがすれ違ってなかろうが、うん、どっちみち上に魚がいたという事実が、両者から変わらないんだったら。リフト右から来たので、コックピットキルは相当厳しいってなってますが。サントスさん視点はどうに切るしたっていう視点になります。ん？高田さんは？はい。あ、コックピットの方ってこと？そうそう。俺がキルするとなるとどうなるんだ。ちょっと魚さんが助かるみたいなこと言ってたから、もうここで投票するんですけど、僕は。タスク勝ちが怖いんで。俺がコックピットでキルする場合は。ベントだっけ？あれ、スイッチ型で切るやつ。してメインのベントからリフト右、うん、からヌーン乗って左藤宮と会うって感じか。うん、うん、そうと。ちょっと3人でどうやれば高田さんに塗れるか考えます。それぐらいしかなくない？多分それぐらいしかないですよね。それぐらいしかないね。うん、俺がただそうね。奈良子さんごめん。申し訳ない、奈良子さんマジ申し訳ない。ちなみに高田さんあと一歩動いてらっしゃいありました、あの、はあ、上で。そうそうそう、ずっともう切られないように。そういうことナイスでーす。ナイスナイス。よかったよかったよかった。よかったよ、3人豆まで持ってったよ。奈良子さんマジごめん、申し訳ない。いやいやいや、初手切りめっちゃよかったのに。せっかく白い位置だったのに怪しいとこ入っちゃったからな俺な。林さんから釣っちゃって申し訳なかったですね。あそこもちょっと私が出力上げて助けられたかもしれない。いやいやいや、まあまあでも捉えてくれたんで、はい、もうあそこだよ、早めだったからよかったわ。セキュリティとかニキルとか起きてたらもう僕から捉えたら終わった。うん、いやー展望で待って、セキュリティでよく、あーすばーえ、これは結局展望キルはどっちなんですか？あ、私です。私がキルして戻って自殺セリフします。なるほど。慎太郎さんは、僕はキッチンで死んでます。そうだから俺はキッチンまで行ってなんとか切ってすぐボタンって感じだった。あ、なるほど。いや、奈々子さんめっちゃ素敵でうまかったな。完璧でした、ありがとうございます。うん、もう一回インポスターやらせて。お願いします。お願いします。